続いてもですね、取材を重ねてきたニュースなんですが、これまで12回にわたりお伝えしてきました須賀川一中柔道部事故、事故から5年半意識不明となった少女側が損害賠償を求めた裁判でついに判決です。判決が下りました。被害者の原告に対し1億5000万円を支払えというものでした。ほぼ全面的な勝訴と言えそうです。いくら教育行政、学校、教育委員会、周りが全てが組織的に隠蔽しようが、最終的には法廷の場で暴かれるんだと。私はもうやったと思いました。もうやったっていうのはい、その一言です。須賀川一中部活事故。当時13歳だった少女は中学校の部活動の練習中頭を強打し意識不明の重体になり、それ以来5年以上目覚めていない。まあ、子供たちもそう言ってました。リンチだと、殺されるかもしれないってそういう表現してました。少女の怪我の原因として浮かび上がってきたのはある一人の少年の暴力。しかし隠そうとしましたね。隠そうとして、学校や教育委員会は事故の真相を究明することはせず、それどころか事故そのものを隠蔽した疑いが出てきたのである。とにかく本当のことを言っても嘘だと断定するようなテレビ局に私は取材を応じる義務はないと思うんです。学校側は事故の隠蔽工作について強く否定。教育委員会も真相を追及しようとはしなかった。隠蔽そのものだったんじゃないんですか。隠蔽のその部分でその捉え方にもよるのかなと思ってるんですけども。隠蔽じゃないんですか。あれは少年を恫喝したことについてはどうなんですか。果たして学校による事故の隠蔽は行われたのだろうか。ついに法廷でその判断が下された。おはようございます。おはようございます。いよいよ判決の日を迎えましたけれども、はい、今日どんな思いで朝を迎えられました。まあ、いつもの通りですね。まあ、できれば娘にもいい結果を報告できるような判決が出ることを期待したいと思います。須賀川一中の柔道部で起きた事故をめぐる民事訴訟の判決が先週金曜日、福島地裁郡山支部で言い渡された。これは判決直前の法廷内映像。被告となった福島県と須賀川市の関係者は弁護士を含め全員が撮影されることを拒み一時退席。そして午後3時5分判決が言い渡された。主文、被告須賀川市及び福島県は原告の少女に対し金1億5026万2522円を支払え。2年半に及ぶ民事裁判の判決が出ました。少女側の全面勝訴と言っていい内容でした。少女の怪我については少年の行為によるものと認定、また学校側の自己隠しについても責任逃れの疑いが強いとはっきりと認定したのです。今日は納得のいく結果が出たと思って大変喜んでおります。一言で言えば嘘が暴かれたということです。今日の判決の内容にはきちんとその自己隠しをしていたということを認めてくれたので本当に嬉しく思ってます。事故が起きたのは2003年10月、福島県須賀川市立第一中学校で柔道部の練習中のことだった。横たわっていて、まあ、目が半開きの状態で呼吸がうまくできないような状況ですね。当時13歳だった少女は練習中に頭に大きな衝撃を受け頭蓋骨内で出血。溜まった血の圧力は脳を半分の大きさにまで押しつぶしてしまった。もう非常に危険な状態だと、はい、もうこの時点でもう生きてることが不思議なくらいだと。少女の怪我の原因、それは生徒たちの証言によれば柔道部の2年生だった少年の暴力だというのだ。そこに自分もいたんですけど、プロレス技とか、柔道
とはやっぱかけ離れている技をかけていた。事故当日現場にいた生徒によれば、その日2年生の少年は練習試合で後輩に負けイラついていたという。そして顧問の教師が不在の中、少女を何度も頭から投げつけたというのだ。さらに胸ぐらを掴んで、柱に思いっきりバンって手をぶつけてました。頭がコンクリートにぶつかってましたか？結構ぶつかってました。最初は泣きじゃくっていたという少女、しかしその後容態は急変。少女は突然意識を失い失禁したという。そしてそれ以来5年と半年の間、一度も目覚めることがなく眠り続けている。じゃあお薬入ります。実は少女が柔道部の練習中に頭に怪我をするのは2度目だった。少女は事故の1ヶ月前にも脳内出血を起こし入院したことがある。ところが柔道部の顧問は部員たちに少女の怪我の説明も注意もすることなく、少女を練習に復帰させたのである。そして再び事故は起きた。しかし学校は生徒たちから少年の暴力に関する証言をいくつも得ていたにもかかわらず、事故原因は特定できずと結論付けた。そればかりか、事故そのものを隠蔽するかのような行動に出たのである。言ってないから、そんなことは絶対私はね、口先でも言いませんよ、殺されたって私は言ってないから、学校による事故の隠蔽工作疑惑、それは学校のトップである校長と教頭が自ら行っていたというのだ。少女は頭に何か持病があったのでは？校長は保護者たちに少女の頭の怪我について嘘の説明をしたというのだ。これは事故後行われた臨時 PTA 総会の録音テープ。校長が語った事故の説明に納得がいかない保護者の声が記録されている。説明の内容に関心がありません。最初はあたかも脳の病気があったのように私は解説しました。2年生の男子生徒一人はやはり同じような証言したところ、暴力があったと、教頭は非常に怒って、もつけを蹴飛ばしたり。中学校の教頭は事故が発生してから4ヶ月後に行った生徒への聞き取り調査で、少年が少女を投げたと話す生徒を恫喝し口止めを行ったというのだ。中学校の教頭が生徒を恫喝し学校内で起きた事故を隠蔽するようなことが果たしてあるのだろうか。我々は事実を確かめるため教頭に怒鳴られたという元柔道部員に話を聞いた。怒鳴って机がバーンとか、それはありましたよ。その時の先生の形相はどうでした？鬼のようでした。元柔道部員の少年は確かに教頭から恫喝されたという。そして学校は事故を必死に隠そうとしていたとはっきりと語った。学校も教育委員会もこのことが本当に明確になるような努力をしたと思いますか？いや、隠そうとしましたね。隠そうとして、